広島カープ塾始めます。今日は弟子2の方と一緒に、まあ、選手特集の話で上本選手を、はい、弟子2でございます。ご紹介預かりました。よろしくお願いします。久しぶりです。久しぶりです、はい。それで上本選手なんですけれども、これは、はい、まあ、笹岡監督のおかげでしょうと。あれだけ使ってもらえて、特にあの一番大きいのはあれだけ打席に立たせてもらった。そうですね。確かにその前の小畑監督とは違った起用でしたね。まあ疲れなかったですよね。まあ、ダメになったとはいえ、安倍がいたり、バティスタがいたり、その選手が、小畑監督の時は田中コーチもいました、良かったですし、とか、子供とか、上本を使うっていう戦力ではなかった、あの、打席に立たせられる状態ではなかった、守りはいけるんですが。以前は隙あらばの間って言われてしまいましたけども、佐藤監督は隙あらば上本っていう感じでもあらゆる守備位置で使わしましたよね。使い出しましたし、ダイソー、まあ特に打席、まあもしくはスタメンも増えましたので。そうですよね。で、はい、これで多分一軍のボールっていうのの打ち方が分かってきたのかなと。はい、そうですね。で、大きいのは、左を捨てたんですね。そうですね。まあ、もともと右でしたから。うん、スッターをね、試しましょう。これで、多分、練習量が増えたんですよね、右の。はい。はい。わかりました。うん。だから、これが、大きいのかな。あと、左をやってたので、左をやるってことは、はい、右側の手を押し込んだりなんだりするっていうのは使うんですね。うん、左打席に。要はピッチャー側の手ですよね。はい、そうですね。これを左でやって訓練したから、今度右に打席に入った時に、キャッチャー側の手を押し込む役割を今度は右手はするんですね。そうですね。で、上本は非力でしたから、この押し込むって動作が弱かったと思うんですね、右手の。そうですね。うん、だ左は右でずっと打撃練習したり、トレーニングしたり、訓練したりしてできてたと思うんですが、だから技術的には持ってたけど、非力、要はボールが前に飛ばないよね。ことが、左の練習をして、右手の使い方というか、右手のパワーがついたのかなと。じゃあ、結局途中で断念してしまいましたが、スイッチしたんですね。これ、試してみようか。やってなかったら、ここまで打ってないんじゃないかな。なと。よかったですね。ここは、左の右で、打ち込んでいくときに、やっぱり上本の悪いところは左打席に立ったときに引っ張り込めないんですね。そうですね。ライト方向、セカンドもうとにかくピッチャーゴロぐらいしか行かないんですよ、左ピッチャー。でも、あそこの右の力がないと、要は、俗に言う、まあ松井秀喜なんかよくやるだ、引っ張りがセカンドゴロが多いとかね。でもあれって、右手が強すぎるから引っ張り込んで、こねるわけですよ。はい、あ、そうですね。はい。こねるってことは、よほど右が強くないとこねられないんですね。後ろ、左側が強かったら、こねられない。そうですね。はい。そうですね。これが上本ができてなかったんですが、これをやることによって、まあ、左の練習することによって、ものすごく、なんか、力強くはなったと思うんで
そうですね、ホームランも出ましたしね、実際ね、そうですよね。でこれが、そのパワーがついた上で右になったので、うん、今度は要は右側の後ろから押し込む力が強くなって、うん、ホームランとかツーベースとか、うん、まあ三塁線の打球をサードに取られることを抜けるようになったんですね。あれ上本抜けてなくてサードゴロでしたから。ああ、そうでしたね。あ、そういうイメージありますね。だから要は打球が遅かったわけですよ。だからサードが追いついちゃったんですから、上本に対してはまあ当然内野がね三塁線開けてるのに取られちゃってたんですが、はいはい、そうですね、今の上本はもう完全に抜きますので、サード一歩も受けないようなファールも打ちますからね、あの、はい、そうですね、だこれが、うん、キーンですよね、上本にしとっては。で、この上で打席に立たす数が増えましたので、自信もつけましたよねっていう。はい、そうですね。あ、これがカープにとっては、左が多い中で、はい、上本がスイッチ捨てたおかげで、右打者が増えたんですね。うん、そうですね。あ、走れる右が。はい、そうですね。今までちょっと考えていなかった、堂林、上本っていう、走れる右ができたので、うん、そうですね。で、守れる右ができましたから。はい。そこ大きいと。大きいんですよ。だから、技術的にはできてたんですが、明らかなパワー不足なんですね。うん、そうですね、だから、うん、無駄ではなかったっていうよりかは、やっててよかったと思う。今年、去年までの笹岡監督と違って、今年の上本選手の起用方法は変わったなというのは、外野手起用がほぼないんじゃないかと思うんですけど、この辺についてどうですか？この辺はね、多分、新井監督は開けてるんだと思う。中村健人とか末金とか二軍の選手。ああ、そういうことですね。で、もう一つは、思ったより小園が悪すぎるので、うん、これはもう内野専任に回したんでしょうと。ああ、確かにその、小園選手の不調は目立ちますね。そうですよね、小園がひどいので、うん、でそうは言っても、まあ、ニラ沢、田中、小園、うん、これみんな左なんですね。そうですね。右がいないので、はい、うん、外野は右がある程度、まず二軍ですけど、いますけど、はい、内野が左しかいないんですね、外国人、うん、菊池除くと。まあ、矢野も左ですし、だから一軍も含めて林も左ですし、内野は、1、2軍含めて内野ってこだわると、左が外国人菊池除くと、左しかいないぐらい左なんで。去年は外野手出場が上本選手多かったなって気がするんですけど。去年は外野ですけれど、うん、今シーズンは、どうも見てると、まあ、堂林もいますし、うん、まあ、ここまで秋山の状態がいいですから、まあ、体調面で秋山に心配がないので、オープン戦から上本外野に使ってないんですね。そうですよね。それ考えてしまうと、もう、だって外野3分の1埋まって、もう一つは西川選手がいるから3分の残り一つしかないですしね。ないんですよ。で、守備固めで上本レフトを使うぐらいだったら、別に堂林レフトでいいわけ。はい。ですから。興味があって、上本選手の去年の出場機会を見てみたんですけども、外野は65試合。これ途中で守備者変わると足して、こう、2回になるんですけども、有益者は8回、差8試合、はい、
三塁は13、セカンドは16。内野のセカンド、サード、ショート全部出しても、外野の65にはかなわないと。かなわないんですよ。ほぼ外野手ですね、これだと、去年は。はい。去年はだからそこにショートは小園でしたから。ええー、ですね。ええー。セカンドも。セカンドも菊池。セカンド菊池選手がいろんな病気とかってなった時に出てたってことでしょうね、16は。ええー、イレギュラーだけです。ですよね。はい。なので、これはもう新井監督は、外野は開けてる面が一つある。ね、まあ、右の外野は開けてる面がある。まあ、もう一つは堂林が埋めるんで、上本に行っていく必要はないと。問題は内野の右の方がいないので、上本にはもう内野の右として、上本には内野にいてもらって、外野の右は、堂林が締めると。ああ、そうですね。で、これは、明らかにデビッドソンのサードの守備が心配ないっていう絶対条件がある。デビッドソン選手、ちょっと確かにもうちょっと打率上げてほしいところはありますが、ちょうどよくあるんですけども、守備はいいですね。サードは全く、まあ特にあの、送球エラーの心配は全くないの。本当にないなって気がしますね。まああとは、まあ、天然芝どうこうなので、これからいくつかね、ゴロ処理のエラーとかは、出るとは思います。あと、身長が高いので、場合によっては菊池との相性で、高い送球で菊池が取れないケースも若干あるかなと、あの無理な体勢で取ったケースね。ああ、これぐらい、要は菊池がやっぱりアメリカでやってる選手よりは、かなりちょっと小さいのは小さい現実があるので、自分なら取ってくれる、まあ、高いボールなんだけど、取ってくれるはずの高いボールが菊池だとちょっと届かない。なるほど。そういうことですね。ケースの、心配さ、でもほとんどないとは思うんで、今の送球だとその心配もないんですよ。なぜなら、はい、ほぼほぼ、セカンド送球にショートバウンドのボールはないんで、はい、バウンドボールはないんですよ。はい、そうですね。で、一塁送球も高くなりそうな時に、意図的な、低めの送球はありますけれども、ほぼほぼ胸元に放り込めてますので、このサード、まあ、守備ですよ。これは、今言ってるのは守備のデビッドソンの交代は 100% いらないんですね。そうですよね。もう打撃不振だから、攻撃的に点取るために、じゃあニラサワ使うとか。要は、他の、要は、点取れそうな、出塁できそうな人を、まあ、二軍、林を上げるとかね。そうですね。点取るために、デビッドソンを、今の打率では、心配なので、外すことは、出てくるでしょうと。でも、あの守備を外すことはなくて、逆に、守備固めデビッドソンがあるぐらい、の守備。そうですね。はい。なので、これがあるから、外野が上本がいらなくて、堂林1枚でいいと。うん、で上本も、今の菊池も体調がかなり良さそうなプレーをしてるので、うん、これはもうショート1本。まあ、小園がここまで悪いのは計算外。多分、思っていたのは、まあ、三分の二ぐらいが小園が出ててもらって、うん、田中上本の併用だったと思うんですね。右左を考えて、はいはいはい、これが小園が悪すぎて、今、田中上本の併用になっちゃったのが、新井監督の誤算ぐらい。やはり、今、事務所の話を伺ってると、まあ、外国人でサード取るってことがあったとしても、そのデビッドソン選手がね、この守備がいいってことは、まあ、そこだけじゃなくて、全体にこう、全体に波及するんですよ。サードが守れると、まあ、ソフトバンクでも、まあ、日本ハム、レアードがいた時でも、サードの守りが安定してると強いんですよ。
全体に影響します。全体に影響はしますよね。だから阪神が大山サードやめましたので、はい、塾長とがおっしゃってるように、昔からカープのストロングポイントじゃなくて弱いポイントですね。柔らかい、弱くっていうのが右のサードっていうこと。塾長は結構右のサードなんですよ。特に長打が打てる選手、これいっぺんに埋まった感じがしますよ、ね、埋まったんですよ。特に守れるってところが抜け落ちるんですね、打てるサードにしちゃって新井さんとか栗原さんになって守れないサードになる、で結局ファーストしか使えませんとはね、怪我したりね、と結局強かった時の強打は阿部がやってましたから。そうですね、もっと昔いた江藤選手とか、あと衣笠選手なんかも守備上手ですもんね。守備やってましたから、も安心できるような守備、ゴールデングラブ賞までいかないけど、ポロポロエラーするとか、まあ、特に一番、まあ、ルーナ選手とかでもそうでしたけど、相当エラーがないサード、ルーナ選手もそうでしたね、はい、ちょっとポロポロはね。はい、まあ、一塁セーフになるようなエラーは、まあ、年齢的なこともあって、まあ、左右の動きもちょっと鈍かったですけれども、中日から来た時には、まあ、年齢上がってた。それでも、悪送球のプレーはないんですよ。衣笠。はい、そうですね。ルナ、阿部。今年の上本選手の使い方っていうのは、もちろん外野もゼロとは言わないものも、やっぱりショート、もしくは疲れてきたら菊池選手の代わりにセカンド、なんていうことが増えるんですかね。まあ、私はもう、多分新井監督の頭は9割方ショートだと思うんですよ。あ、そうですか。セカンドはニラさんを使ってくるんじゃないかなと。ああ、だからニラさん選手をファーストとかで。とにかく試合にはなるべく出てもらうと。自分の試合もと、ね、そうですね、状態で言うと、もうニラサは下げて矢野でもいいぐらいなんですね。なるほどね、でこれしないってことは、ある程度ニラサをここまで打席に立たせたり試合に使ってないベンチの責任だっていう感覚が新井監督にあるような、まあ、試合展開上使いにくいんですが、でも、そうは言っても使ってないのはベンチなので、そうですね。二軍に行かせるわけにはいかないよと、今の状態ではと。それ見て言うと、上本選手も、いや、肩がそもそもいいし、送球の正確さもあるし、もちろん矢野選手ほどじゃないですけども、肩、足、スローイングの差っていうのは、やっぱすごいものがありますよね。ありますよ、決してショートが下手っていうわけではないですし、わけではないですし、セカンドでもどこでも、送球が安定してますので、ですよね、はい、だからこれが大きいんですよ、ただまあ上本が今考えなくてよくて、プレーが集中で始めてるのは、今年は自分は外野とサードがないなってと思ってる節があるの で、ね、ポジショニングがいいんですよ、ショートで。そうですよね。だから、タライマースの欠点は、ポジショニングが分かんなくなるんだと思うんです、なるほどね。で、本来のパフォーマンスが出せないっていうことですね。まあ、本来持ってるパフォーマンスより落ちる、まあ、それでも普通よりすごいんですが、はい。だから、DNA に行ったヤマトが、ショート専任になったらやっぱりすごいんですよ。そうですね、センターやめましたよね、サードやめましたよね、はい、セカンドやってないですよねってなったら、やっぱりヤマトの守備は、はい、やっぱり専任にはかなわない。はい、まあ、守備そのポジショニングが良くなるんですよね。はい、わかりました。これが期待できるかなと。はい、わかりました。塾長、ありがとうございます。ありがとうございます。どうも。失礼いたします。チャンネル登録をしてもらうと励みになります。お願いいたします。